外ジムで筋トレしてます、はい、最高だねやっぱね。ここ前回来た時よりもねまたちょっと絞れて、体重はねあんま変わってないんで、このままあと4キロぐらい、大会までゆっくり絞ろうかなと思います。この後ちょっと温泉とか岩盤浴とか入って帰りたいと思います。ここからはちょっと解説をしたいと思います。まず1食目バーベルシュラクやりました。起立筋が弱いですね僕は、うん、背中の血管が出てきましたね。デッドやり込みます、はい、デッドね大事だよね、デッドリフト、うん、ちょっとフィジークっぽい。でダンベルシュラッグ2種目目、これ手の皮がねマジむけた。やっぱパワーグリップつけなきゃダメだねこれ、この種目。そう上部はね弱点なんでかなりやり込んでます、はい、結構絞れてきました。でサイドトライセプスがねなんかすごい映えるからなんかやっちゃうんだよね。でたまたま居合わせたタクさんっていう筋トレ仲間の人とポージングやりました。はい、一通り、まあ、タクさんフィジークの人なんですけど、ダブルバイ、ちょっと背中の広がりね出せないんだよな、難しいんだよな。でフロントラットスプレッド、これもねやっぱね肩上がっちゃってるんだよね。うん、比べるとわかる、すごい俺だけ肩が上に上がっちゃってるから改善。でサイドトライセプス、これは多分いいと思う、うん、すげえ映える、ヨネが唯一映えるやつ、ほんと三頭がバグってるからね、これレモンでやりたいね、ほんと、はい、映えると思います。でポージング疲れる、ほんと疲れるわ。でアブドミナルアンドサイ、まあ、足がちょっとね力出してないよね、出せてない。ポージング改善、まああと足トレ頑張んないとっていう感じで、バックダブルバイ、これは一番きついんだけど一番好き、うん、なんかすげえ好きこのポーズ、なんかずっとやってる気がする。サイドトライセプスとバックダブルバイが一番好き。でも腕が弱い、うん、タクさんと比べてもちょっと腕が弱いね、要改善ですね。で、ラストがモストマスキュラーかな、あバックラットスプレッドですね。これはそんな肩上がってるようには見えないんだけどね、なんかフロントの方が見えちゃうんだよね。まあ広背筋カーブが課題ですね、ちょっと弱い。まあ絞りはまあ悪くないかなって感じ、見てるたくさんと比べても、うん、でラストモストマスキュラーで終わりました、はい、いやIt's My Life感動したな、筋肉の動画みんな見た？マジであれやばいよな、ほんとちょっと泣きそうになったもんな。ありがとうございました。ということでトレーニングの続き、これリバースのバーベルカールですね。もう結構前腕はよくやります最近、はい、弱点なんで。あとバックダブルバイの時に前腕が細いとなんかね映えないんだよね。そうでレモンはねフィジークも出るんでお楽しみにしてください。で次ケーブルのリバースカール、うん、ケーブルのリバースカール、まあまあまあこれはよくやるやつ、これもでなんか背中ばっか取ってんだよね、多分背中が映えてるから腕より。そう背中ばっか取られちゃって腕も取ってよっつって言ってます、はい。まあ、前腕の血管は結構出てきましたね。でダンベルのハンマーカール、うん、これもよくやります。ハンマーカールは前腕強化ですね、前腕とあと上腕筋、いや上腕筋も弱いからちょっとやってます。でまた背中しか取らない彼女、おっおっはい、ということで、筋トレ終わりました。いやー気持ちいい。で、まさかのね、前のジムの筋トレ仲間の人に会って、はい、楽しく筋トレできました。ここからね、ちょっとゆっくりしたら、岩盤浴と温泉とサウナ入って、美味しい、また筋肉にご飯食べに行きたいと思います。はい、岩盤浴行きたいと思います。イェーイ。岩盤浴終わりました。マックスした、めっちゃ気持ちよかった。でこの後はまたソファーみたいなやつでゆっくりしてサウナ行きます。
ガンギマリ。ご飯食べ行きます。すぐにいただきます。ああ、すごい。すごい、バナナの、バナナすごいな、これ。トレーニング後の炭水化物。で、この後、馬肉の居酒屋さんに行きたいと思います。1 hour later。馬肉屋さんに来ました。馬肉の食べ放題を今日は楽しみたいと思います。はい、食べます。わさび醤油、にんにく醤油、塩、辛いから。メガハイボールと普通のハイボール、レモサカ。はい、あ、うん、うまっ。これなんだろう、これ。これは塩で。うまっ、うまっ。いただきます。これはわさび醤油で。うん、柔らかっ。ここナンバーワンだ、マジで。すごい、今。うん、馬刺しの赤身ですね、ユッケ。赤身、いただきます。うん、これユッケ。うん、ユッケもうまい。これが、沼ハラミ。下用だ、下用刺し。うん、うまっ。ゆっけ寿司いただきます。醤油を垂らして。彼女がカレーを持ってきましたね。これは飯テロです。僕は食べません。馬肉食べたんで、ここからもう家に帰りたいと思います。はい、今日もね、なんか筋トレブログみたいな感じになったんですけど、いい日になりました。はい、今日は食べて飲んじゃったんですけど、また明日から切り替えて、減量頑張っていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。